異界に目が紹介あっちゃーやっぱり男どもが集まってきとる。きっと女神の噂を聞きつけたんじゃな。カクカのやつなんて完全に女神を口説く気じゃ。ニヤニヤしよってからね。おお、麗しの女神はあそこか。飢えた狼どもに囲まれてかわいそうに。この秀吉も必ず救い出す。待っておれよ。おや、秀吉で、あなたの永遠に美しい女神に会いが先に会っちゃって。女神と共に美酒を楽しみたかったけど諦めるしかなさそうだ。よっしゃ、強敵が一人減ったね。両刀も来とったんか。あいつはかなりの美男子。女神も嘆きかねん。俺が出る。女神には綺麗な姿で会いたいからの。紹介には悪いが体張ってもらうと。俺に任せ。やったるぜ。俺が出る。秀吉殿たちも見に来たのかい。あの城にいるって目上。あ、なあ紹介、両党が目上になってまうぞ。あいつを先に行かせていいか。いいわけがないだろう。英達は私の前にのみ広がっているのだからな。俺に任せ。あんた、いきなり何するんだ。私は正式選ばれし人間だ。お前なら霊達の道は譲らん。霊達？そんなの知らないっつうの。ああ、もう帰ればいいんだろう。この腕の上がりを頼みたくなかったの。私と出世を競おうと相手を間違えたな。孫一のやつ、城の前に陣取りよって。そうなると、てこでも動かねえやつやからな。ようやっとる。三成はわしの誇りじゃ。秀吉、あの男、どことなく芝生殿に似ている。一見アホだが、それだけでは。おう、来たか秀吉。分かってるぜ。お前も俺と同じ世界一の目。紹介、名古屋は世界一の傭兵、そして世界一出世にこだわる男じゃ。傭兵ごときだ。この私の邪魔をしたこと後悔させてやるよ。はい、なんか解散するしかねえ。覚えてろ秀吉。許せ名古屋、いつか必ず目を合わせます。やったるぜ。妙だ、皆が何かを言う前にあの男が口を挟んでくる。観察まで来とったんか。あいつは無自覚の女たらし。追い払わんと。おや、秀吉殿たちも花を探しに来たのですか。それにしては全部人が集まっているようですが。紹介、軍神の息子が現れたね。この気品、いい達の神様も気に入るじゃろうな。英達に必要なのは価格ではない、才能だ。
今からそれを思い知らせてやる。よくわからないが、かかってくるなら相手になろう。くらいやがれ。紹介は三成と少し似てる。最後はまるで生きづらそうなところだからな。ただ花を探しに来ただけなのにひどい目に遭ってしまったな。軍神の子、その立場に甘えた結果だ。ちょっと私の観察に何してんの。絶対許せないんですけど。紹介観察の友達が怒っとるで。なんとかしてくれ。観察を傷つけるなんてありえないんですけど。なんでこんなことするわけ。それは栄達の。それにしてもなぜ戦う必要がある。神秘の研究は？いや、ダメじゃん、ダメじゃん。目の前で活躍されても悪くないけど、お前は特別だ。やったるぜ。おや、秀吉ではないか。我が輩の研究の見物かね。こんな隙間のね。紹介、こいつを城に入れたら神様がめちゃくちゃにされてまう。倒してくれ。俺が出る。認めてほしい。でも認められない。かわいそう。紹介、我が輩はそんなお主が大好きだぞ。俺に任せ。お前、私をバカにしているのか。ならば処分だ。気に入った。いつか我が輩と組めるといいね。それじゃ。誰があんなくだらんやつと。集まっていた男どもは一掃したね。これで夢の五体目。美しい女神とやらはどこじゃ。わしの主治に不倫に加えてやるわ。うわ、また厳しいのが来よったな。生涯頼むで。メガネ、英達の神ではないのか。暴君東太、存在しているだけで目障り。さっさと消えてもらおう。生意気な若造め、細切れにしてやるわ。さらば。それでこそわしの清正じゃ。わしの女神がそばにいるというのに。今度こそ邪魔者はいなくなったね。うん、おほ、活躍した甲斐があったわ。わしらに会いに来てくれるとは。おーい、わしの浦島の女神、こっちじゃ。私を騙していたか、秀吉殿。あっちは紹介。いや、これはじゃな。あ、そう。私に無駄な時間を使わせるとは。帰らせてもらう。申し開きは後ほど聞こう。ん、ああ、やったー。メメ、
ぜ私まで逃げねばならん。やめるな。俺に任せよ。そこな敵将、わしが相手とならこの俺が相手だ。来い。鬱陶しいのだよ。清正、おねね様の命令は絶対、覚悟してもらいます。秀吉様、はい。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別。クズどもが。ひどいよお前様。後でたっぷりお説教だよ。すまん、ネレ、この通りじゃ。せめて一目女神を見たいんじゃ。随分日韓のある神でよかったじゃないか。あとはどうぞご自由。普通にマシじゃろう。はあ、3さあ乗って